今回同期が、まあ4人いて、そうですね、はい、内藤君と、はい、秋元君だったかな。そう、秋元君と、あと長谷部さん、ね、はい、どうですか、やっぱりあの同期の存在って気になるもんですか。いや、自分そんな他の人とかあんまり気にならない派なんで、自分が頑張るみたいな感じで。なるほどですね。あんまり気にはならない。そうか。内藤さんとは野球で結構話も合うじゃないですか。まあ野球関係なしにもう学校の中ですごい仲良かった。あ、本当そうなんだ。兄弟みたいな感じで、もう兄貴って呼んでるんで。あ、そうなんだ。お世話になってます。もともと福島の方で高校野球やってましたよね。はい、で今登録地が京都。そうです。もともと京都がありますか。もともと京都出身。いや違います。はい、野球やってた時に、うん、お世話になった有名な整骨院の先生がいて、いました、はい、その先生のところで京都にいた高城さんがその先生で、自分その高城さんのつながりで京都に来たって感じなんです。日本には千葉行っちゃったわけで。そうです、行っちゃいました。置いてこいって感じちゃいました。置いてこいって感じちゃいました。本当だ、福島だったんですね。そうです、はい、もうこっち競輪とか全然分かんなかったんで、こっち来てからも福島もすごい競輪強い。整骨院の先生が関西のあれですか。福井の。福井、ね、それはまた福井の先生、はい、でなぜ進めるようになったんですか。故障かな、まあ、いや、その、まあ、自分その、まあ、不器用で身体能力だけは、まあ、高かったみたいで、山野球向いてないからもう自転車やれって言われて。でも内野もやってピッチャーもやってっていう。いや、ピッチャーやったら内野だけは嫌でしたね、はい、サードかなんか。そう、サードです、はい。まあ、正直本当にセンスはなかったんで、もうパワーとかでなんどうにかしてたみたいなもんなんで。なんか割と内藤さんとなんか気が合いそうですね、はい、内藤さんも身体能力すごいそんな感じです。内藤さんしぶといもんな。内藤さんそうですね。そうだったんだ。結構どうですか、自転車ってすんなり乗れるような感じだったんですか。いやー、きっともうきつくてびっくりしました。最初10キロぐらい痩せちゃってて。すごかったですね。全然きつさが違う。使う筋肉違うし。そうですね。やっぱりどんだけ身体能力があっても、そうですね、やっぱ道具に力を伝えなきゃいけないっていう難しさ。ね、難しいですね。結局自分その伝えるっていうのはちょっと苦手っていうか不器用なんで、すごい大変。まあ今も全然なんですけど。結構養成所時代いろいろ修正とかそういうのありました。そうですね。養成所は結構まあいい環境も良かったんで、すごい。まあ、正直今養成所より全然弱いんですけど。落ちちゃった。はい。だいぶ。学校の時の方がまだ。そうですね。学校の時はの方が強かったんで。どの辺が落ちました？なんか感じてくる。なんですか、もう全体的にもう長い距離も踏めなく、もともと得意だったんですけど、なんか今はもう垂れてくみたいな感じ、長い距離踏み上げられないっていうか。ああ、そうか。いや、これからちょっと力つけていかないと。そうですね、頑張って。まだまだ弱いんで。そういっても今回は未経験、優勝未経験のルーキーが4人ってことなので、その辺ちょっと狙いながらと思います、はい、頑張ります、はい、優勝したいですね、そろそろ、はい、って言ってて他の木の先輩が取っちゃう場合もありますんでね。まずは決勝、準決勝ってことですかね。初戦はまずもうラインで1、2、3決めてしっかり頑張りたいです。ちなみに大学もあの野球で行ったんですか。そうです、大学行ったけど1年ぐらいで辞めちゃって、はいはい、それでその時に、まあ、競輪をどうだっていうふうに勧められた。いや、もう高校卒業する前からお前競輪やるって言われてて。あ、そうだったの。あ、でもまあ一応その監督のつてで大学結構強いところなんで行って、まあ、やってたんですけど、推薦で受けちゃった分そうですね、はい、やらないといけないってことですね。まあそれでまあ、やってたんですけど、まあ、辞めるってなった時に、まあ、やってみようかなと思って、はい、まあでも見るからにね、身体能力高そうなんだけど。体大きいだけです。養成所の中で一番大きかったんじゃないですか。そうですね、一番大きかったです ね、はい。あ、そうか、186あるのか。そうですね。